こんにちは、上野です。ちょっと今日はギター弾かないっす。これからギター以外のこともするかもしれないんで、ギターの演奏を主としていろんなことをしたいなと思って、今日は外に来てて、京都に来てるんですよ。30代独身男性ぼっち旅みたいなね。今日はもう何もかもない日、全てのことがオフやったんで、どっか行こうかなと思って外ロケに来たんで、河原町にあるなんかね、袋の森とかいうところに行こうかなと思ってるので、そこに来ました。阪急河原町駅を降りて新京極って名前の通りにあるんですけど、河原町のサイゼリアが分かる方であれば、その通りをまっすぐ行って右手にあるので多分行けると思います。猫は30分800円で、袋が時間無制限で700円で楽しめるので、なんかそういった夜の店に行く人がもしいたら、ね、こういうところで発散というか心のデトックスができると思うので、おすすめですよ。僕は動物が好きなのでなおさらのことですね。なんか一人で来るにも結構いいですよ、ここは。まだ行ってみます。あ、一人です。はい、はい、本日は休憩中、初心者マークの顔も触らずカメラ撮影のみでお願いいたします。はい、わかりました。でよく向こうの顔の前で手を振る方いらっしゃいますが、これすごく怖がる子多いので、手は振らないようにお願いいたします。はい、わかりました。では手の消毒、手のこうですよね。はい、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。もう中に入ったら早々に2匹のフクロウが出迎えてくれてまして、もう雰囲気は完全に森でしたね。で、なんか他の鳥の動物の鳥や動物の声が鳴いてたりもするので、雰囲気作りはすごくリアルでしたよ。休憩中の子は触ってはいけないんですけど、これがメンフクロウのポンちゃんって子ですね。本当に顔が独特よね。なんかドーナツっておかしいけど、フレンチクルーラーぐらい柔らかかったんですよ。基本的にみんな柔らかかったっすよ。でもなんかまぶたの閉じ方がファービー人形みたいですよね。怖っちょっと怒られたね。実際の体のサイズっていうのはもっと小さいらしくて、羽があるから大きく見えるのもあるらしいですよ。この子が一番大きいサイズのフクロウらしいです。目からがいいですよね。目からで、はい、もうカメラ向けたら余計に上がりますかね。多分今大丈夫じゃないかなと。半分できるのかぼーっとしてるんで、いけます、ね、大丈夫です。アカシアモリフクロウのモミジちゃんが一押しで、どこにいてもずっと見てるんですよね。めちゃくちゃ可愛いですよ。カメラ向けてるだけやで。一番臆病らしいんでね、それもあるかと思うんですが、でこの子は多分人間慣れすごいしてて、いつ触っても特にも言わないですね。この子もね、ドーナツ言ったらエンゼルクリームが柔らかいんですよね。で、僕の家にいてるもう一匹のオス猫のソラちゃんの後頭部に激似っている。多分この子の名前がマリオっていうのはヒゲがあるからじゃないかなと思うんですけど、やっぱりこういうサイズのね、袋はまだ触りやすいですよね。基本的に小さい子は触れるっていうね、結構ビビリなんで。ガンツ状態のリスっていうね、このリスって結構希少らしいです。名前忘れましたが、結構特別なリスというか、ディズニーにいそうな日本的なリスですよね。
で、このケイビちゃんギターが暴れ倒してから通れないんですよ。怖いね。まだもう一匹ね、メンフクロウのいっちゃんがいて、この2匹はビギナーってことでまだ見学してる感じですね。このウォルトも僕は好きですよ。なんか眠たそうな顔しますよね。なんかご飯前だったらしくて、それもあったみたいですよ。でこの白フクロウがまたね可愛いんですよ。頭を撫でるとねこうやって笑ってくれるんですよ。結構こういった袋カフェとか動物のお店がある理由が分かってきました。本当にね、普段触れない動物もたくさんいるので、どこでもね、結構そういったのは、まあ、癒されるなと思いましたね。まあ、グッズもこうやって売ってたので、まあ、来た際には何か買ってね、誰かにあげることもできるし、持ち帰ってね自分の、思い出にするのもねできますし、この子がね僕とそっくりで一番こうなんですよね。はい、終わったんですけどね、やっぱ癒されますよ。ギターの動画もいいんですけど、こういった動物が出るとまた色が違うかなと思って、でここにねお化け屋敷があるんですけど、これは次回とは言わず、さすがに一人じゃ無理ですよね。こんなやつがあって、いくら一人旅するにしてもこれはさすがに一人は無理かな。無理だね。めっちゃ怖いよね、これ。なんかこういう京都のお化け屋敷、京都やからこそ怖いのもあるんですけどね、やっぱり。あとこれは幾分か何名かで占いってどう？あ、結構なんか当たることか別としてはあんま信じてないけど、いや信じなかったらあかんよね。まあ信じながら行くべきやけど、こんだけ先生がいてって占いに、まあおいおい行こうかなって感じなんですけど、僕の手ってすごく平均的な手らしいんですよ。うん、結婚線もなんか2本あるんですよね。大丈夫かって話。最後までご視聴ありがとうございました。若干途中で意味のわからん動画になってましたが、まあ、これからギターもしながら他にもこういった観光地とかどっか行った時に、まあ、撮ってアップしたいなと思ってるので、やっぱハイブリッドに、まあ、ギターが7割それが3割ぐらいだなと思うのでね、これからもよろしくお願いします。